今日はですね、九州、北部九州の、離島に来てます、ね、今梅雨時期でですね、南からのうねりが多いんですけれども、今日はね、ヒラスズキを狙いに来てますんで、なんとか一本出てくれると嬉しいです。とりあえずですね、波の状況を見ます。どれぐらい上がってくるかどうかですね。南西からのね、流れなんで、こっち側から波が来ますんで、足元がね、ちょっとボコンってなってるのが気になりますけど、ちょっとミノで探ってみたいと思います。使ってる糸はですね、パメル P ストロング8、普段は 1.5 号なんですけど、今日は2号つけてます。まあこれはね、ロッド自体の強さもあるんですけど、僕自身ね、こういう離島来た時はね、ちょっとね、強めの糸を使うようにしてます。かといって、リーダーはね、35ポンドに、してます。あんまり強すぎると、あんまりね、太くしすぎると動きがあんまり良くないんで、そういうセッティングしてます。よいしょ。しょうがないですね。じゃあちょっとそちら行きましょう。よっしゃ。上げろ。よっしゃ。どういた。よっしゃ。おっ。ほいほい。はい。いやー、来ましたねー。太鼓のある綺麗なヒラスズキです。です、こういう離島とか来るとですね、糸のね、太さをね、ある程度太くして、ファイトした方が、魚のキャッチ率は上がります。で、やっぱりね、信頼できる糸、そんなにね、ヘナヘナにならなくて、張りがあって信頼のできる、P ラインと、あと信頼のできるリーダーですね。それで、取ることができました。綺麗ですね。嬉しいですね。ちょっとね、霧雨がね、強くなってきたんでね、ちょっと前が見づらいですけど、それでも気をつけてやりたいと思います。ちょっとね、波の向きも変わって見づらくなってきましたが、すごいね、さすがヒラスズキはこれぐらいものともしないからね。ですね、ヒラスズキにね、求められる、P ラインと、まあ、ナイロンリーダー、僕は基本ナイロンリーダー使ってるんですけど、それは両方ともですね、耐久性ですね。結構スレとかね、多いんですよ。手前のこういう岩とかね、こすったりですね、そういうのに、コーティングをしてないね、ラインとかだとね、よくね、すぐ毛羽立っちゃう時があるんで、その点はですね、今使ってる、ストロング8、これはね、すごいね、一本一本コーティングしてるんで、あと適度な張りがね、
どうしても必要なんですよね。柔らかすぎると背に当たった時にですね引っかかっちゃうんですよ。それをなくすためにある程度腰のあるライン、まあね、ショックリーダーに関してはね、もう名前から言って対摩耗ショックリーダーということでですね、摩耗性はかなりありますんで、普通のナイロンのリーダーとはちょっと違います。よっしゃ、あ、今当たったけど外れ、逃したね今フッキングまでしてないね。あ、やべ、でかいの来たよでかいの来たよ、危ないよ。よっしゃ、よっしゃ、来たよ。よいしょ、いきなりよ。よし。うわ、やべ、やべやべ。あ、やべやべ、あぶね、あ、次来た。よいしょ。まあ見えないとね、ほんとファイト怖いっすね。いやーよかった、2本目なんとか取れて。ちょっとね、対抗はね、さっきの方がね、全然あるんだけど、長さはね、こっちの方がありますね。70ちょっとぐらいあるのかな。うん、いやーよかったよかった、嬉しいっすね。大体は天草でやるときは平磯が多いんで 1.5 号をメインに使ってます。ただね、離島だとか、あと青物が多いとき、あと、ドンブカ、上下度の大きい波、そのときは、2号に上げてます。それはなぜかというと、ファイトスタイルもちょっと抜き上げるファイトしなくちゃいけない、そういうときはどうしても太くします。ただね、みんなさんがそれによってリーダーの太さを変えるっていうことは基本的にはないです。だいたい35ポンド、8号、それを使います。リーダーの長さなんですけれども、僕は一ヒロ半、一ヒロと半分、丸鈴木とかねやるときはね、だいたいやびきって半ヒロしか取らないんですけれども、どうしても磯にこすったりそういうのが多いんで、だけどね、結構ね、皆さんリーダー擦れたとかいうのは結構ルアーから近い部分が多いんでですね、だ僕はキャスティングをするときに投げやすい長さっていうのはだいたい一ヒロ半なんで、それはもう皆さん投げやすい長さでいいと思うんですけれども、ガイドにあんまり干渉しない方が投げやすいんで一ヒロ半にしてます。普段あまりやらない、パワーファイトをしてるもんで、慣れないパワーファイトのせいかかなりおたおた感が満載ですが、はい、行きますよ。よいしょ、投げて、よいしょ、来た、当たった、あっ、うそ、ちょっと薄いけど、えい、当たったね、当たったね、当たったんだけどね、当たるんだよね。よいしょ、だちっちゃいのかもしれないな、ここのは。どうだろう、よいしょ、あ、そんなでもねえぞ、あれ、なんだこれ、違うの、なんだこいつ、イサキ、道理で当たると思ったらイサキです。
ほら当たるんだけど乗らない。イサキめちゃめちゃうまいっすしかもフロントフックがっぷりです。さあよいしょ。あ、なんか当たったぞ。あ、平すぎだよく暴れるミノーにしてみましょうかね。はい、じゃあ行きます。おっ、よっしゃよし。あれ、暴れねえの。よっしゃ、飛んだ。よし、一回飛ばせりゃ次の。よし、あ、外れた。フックアウト。あ、違うな。おっ、食ってるね。よし、よし次の。おう、波来ねえよいしょ、波来ねえぞ。よいしょ、よいしょ、来い。よし、せーの、はい。やっぱ35ポンドあるとこいつも持ち上げられますこれね、結構ね、30だと切れる時が多いんですよね。ぶり上げなくちゃいけない時はこういう時の方が、これぐらいの太さがあると。また太鼓あるな。やっぱね、太鼓のある綺麗な魚ですね。ね、今リーダーを掴んでね、ぶり上げたんですけれども、僕がなぜ35ポンドにするかっていうと、昔ですね、30ポンドでね、80オーバーを何本かかけた時にリーダー掴んで持ち上げた時にですね、切れたことがあったんですね。だけど35ポンドだと3日間入れて80アッポ数本含んで全部取れたんですよね、リーダー掴んでぶり上げるのに。その時にね、やっぱ35ポンドあると、あのリーダーだけ掴んでよっしゃって上に上げると取れるんで、結構好んで掴んでます。タイマーもショックリーダーにね変えてからね、さらに、スレにも強くなってますんで、よっぽどね、ギザギザの岩にドンと反られない限りは切れないと思います。これはおすすめですね。今日使ったラインは、ファメル P ストロング8。この糸はですね、一本一本、原子にですねコーティングをしてあります。それを8本寄ってある糸なんでですね、スレにも強く、水切れもいいです。ヒラスズキとかね、磯で使うときはそれが大きなアドバンテージになるんで、僕は多く使っております。ヒラスズキの糸で求められるものというのはですね、比較的みんな硬すぎる、硬い糸はですね、あんまり硬すぎても良くないんですけれども、張りがないと、
磯とかにね擦っちゃうんですね。それを擦っちゃうのを防ぐためにある程度の針は必要です。そして、糸の水切れの良さ、水切れの良さは引っ張られないためにはこれは結構波とかに引っ張られないのに必要なラインの特徴です。重たい糸を使われる方もいるんですけど、風を使ってウィンドドリフトとかを使うときにはある程度軽くないと下りとかの上を通すことができません。この時に重たいと下りに引っかかっちゃうんで、僕は、比重はなるべく軽い糸で張りがあるでコーティングしてある、そういう糸を好んで使います。ストロングエイト、これはその3点、軽さ、こう水切れで張り、それを求める3つの要素が全部加わってる糸ですね。だから平鈴木にはすごい使いやすいです。あとね、耐久性ですね。耐久性に関してはですね、このやっぱコーティングしてあるって、してるとしてないのさ結構大きいんですよ。毛羽立ちやすいか毛羽立ちづらいか、コーティングで滑ってくれる、余分な引っかかりがない、そうすると磯に引っかかる、引っかかっても切れづらい、そういうところがねストロングエイトの僕は気に入ってるところで、耐久性もそれを求めてる部分で必要だと思ってます。